今年の年末から来年にかけてのですね、マクロの経済金融情勢についての全体感をお話し申し上げたいと思います。対極的に見ますと、足元から年末にかけましては、米国の大統領議会選挙前後の政策の動向や、感染拡大、特にヨーロッパでの感染拡大など、非常に不透明な材料がございます。で、こうした材料によってですね、市場は比較的楽観的になったり、あるいは状況によっては期待外れで少し失望する動きになったり、ややこう振れの大きい状況というのが年末年始にかけては起こる可能性がございます。しかしその先まで睨んだ場合は、大きなポイントとしましては、やはり主要国の強力な財政金融政策というものが支えになるということを見ておく必要があろうかと思います。世界で見ますと、政府が大規模な財政政策を行いますと同時に、中央銀行が長期金利を上昇しないように、大量の資金供給を、債券購入などを通じて行っておりますので、低金利の下で財政資金が経済を下支えしてくる、金融を下支えしてくるということで、一時的な不安定な状況があったとしましても、最終的にはこうした強力な政策の支えによって市場は安定を取り戻してくると、ちょうど年末から年の初めにかけての展開というのは、そういう不透明感を乗り越えて政策によって支えられる相場に転換してくる、戻ってくるという時期に当たっているのかなというのが全体感でございます。で、若干経済あるいは政策金融等について、付け加えさせていただきますと、まず、世界の経済については、非常にばらつきの大きい経済状況になってきておりまして、その中で全体感を捉えるということが、非常に重要になっているのかなというふうに思っております。例えば、世界のデータを見ておりますと、製造業と非製造業で見ますと、製造業の生産とか、それに絡んだ世界の貿易の動きというのはかなり順調に回復してきております。背景にはおそらく、中国の景気回復とか自動車需要の持ち直しとか、こういったものが背景になっておりますし、工場での、その物の生産については、ある程度感染が拡大していても、極端に人の移動が制限されなければ可能であるというようなことが背景にあると思います。で、これに対して、やはりサービス業、特に対面で行われるサービスのに関しましては、最近の欧州をはじめとした、感染の再拡大を受けて、またこう夜間の外出禁止とか、一部、支店舗の営業制限なども入っておりますので、サービス産業に関してはやはり足元回復のペースが鈍化している、ヨーロッパでは一部こうやや悪化するという動きも見られる可能性が出てきております。そういう意味では、製造業と非製造業の、格差がかなり開いている経済の状態ということが言えると思います。こういう綱引きがどちらへ転ぶのか、ここは一つの見どころでございます。また国ごとに見ていきますと、中国は内外需ともに、あるいは製造業、非製造業ともに好調でございまして、一方でヨーロッパはやはり感染の再拡大に伴って11月からかなり移動規制が強化されておりますので、こちらはおそらく11月、12月と景気は減速、あるいは一時的には一旦マイナス成長になる可能性もまた出てきております。で、こうした中でやはり焦点になっておりますのはアメリカでございます。で、やっぱりアメリカがですね、世界経済の大体4分の1から3分の1近くを占めている経済ですので、ここが持ちこたえるかどうかというのは一つの焦点でございます。で、私どもの現在の見方では、米国につきましてはやはり感染の再拡大は起こっておりまして、一部、規制の強化というのは行われておりますけれども、米国の場合はその感染者の増加に対して、これが検査が増えた結果で起こっているという面もありますし、亡くなる方の比率もあまり上昇していないということで、ヨーロッパほど強烈な規制は入らないのではないかと。そもそも経済、国土が非常に分散されておりますので、足元でもですね、人の移動を示すいろんなデータは、悪くても横ばいぐらいでとどまっております。そういう意味でアメリカ景気に関しましても、感染の再拡大で若干減速する可能性はあるものの、腰折れはしないで安定を維持するんじゃないか、そういう意味ではヨーロッパはちょっと足下振れリスクが高まってますけれども、中国は非常に好調で、アメリカが何とか持ちこたえるという構図でございますと、世界経済全体としてはですね、若干減速はしますけれども、腰折れしないで、極端なリスクオフになるような景気の悪化にはならないで乗り切っていけるんじゃないかというのが、現在の景気に関する見方でございます。で、こうした経済の見方を、経済を見るときに欠かせませんのが、政策のサポートということでございます。で、今年に入りましてからは、アメリカ、ユーロ圏、日本、あるいは主な新興国も含めましてですね、大規模に財政政策が拡張されました。
まあ、家計向けの所得支援であるとか、企業向けの資金の信用援助であるとか、いろんなことが行われてきているわけでございますが、まあ、これが非常に今 GDP の 10% を超えるような大規模な対策が行われております。でこれがですね、足元ではまだ、家計とか企業の預金となってかなり積み上がっておりまして、これがですね、少しずつ使われることによって今世界経済を支えているという状態になっております。で今のところまだそのアメリカとか日本とか、まあ、主要国では、まあ、政府が行ってきた資金援助あるいは所得援助などによってですね、相当貯金が溜まっていますので、まあ、年末から来年の初めぐらいまではこの貯金の部分で世界経済は支えられていくと、まあ、そういう意味では焦点としましては、来年に入ってからもう1ラウンドですね、財政面からの、まあ、景気の支援が行われるかどうかというのは一つの焦点になっているということでございます。でまあ、米国の大統領選挙あるいは議会選挙後のですね、景気の動きについては、まあ、長い目で見ればいろいろな議論がございますけれども、突き詰めて言えばですね、来年の1月ぐらいまでに、まあ、ある程度意味のある規模の、まあ、財政政策、コロナ対策としての財政政策が合意されれば、まあ、最終的には大きな波乱にはならない。そこに至る過程で、まあ、マーケットが楽観的になったり悲観的になったりする可能性はあるんですけれども、突き詰めて言えば、まあ、1月中ぐらいに追加の財政政策が決定されるかどうかというところにかかっているわけで、まあ、一応私どもは、まあ、来年の1月中には、まあ、そうした政策が行われる可能性は高いというふうに考えているわけでございます。ですから、まあ、全体としてはですね、足元はすでに行われている財政金融緩和によって来年の初めぐらいまでは世界経済を持つと、その後の追加の財政政策に関しても、まあ、よほどのことがなければ途切れずにですね、行われていく可能性が高い、まあ、こんなふうに考えているわけでございます。でこういう状況の中で、まあ、金融市場はどういうことになるのかということでございますけれども、基本的にはですね、やはり低金利の中で、財政が景気を支える、そういう流れになると思います。でまあ、中央銀行、まあ、FRB、ECB、日銀といったですね、主要国の中央銀行の政策につきましては、少なくとも来年まではですね、まあ、すでに行われてきている短期金利のみならず長期債の利回りも非常に低く保つという政策が維持される見通しでございます。やはり最大の要因はインフレ率が非常に低くなっているということでございまして、特にヨーロッパでは全体の消費者物価が足元では小幅マイナスになっておりますし、まあ、アメリカでもですね、目標とする 2% と比較しますと、まあ、1.4%、5% 程度ですから、なかなか 2% には達しない。日本についてはゼロ近辺で推移しているという状態です。ですから、まあ、中央銀行は引き続き来年にかけては、長短金利を低く抑える政策を取ってくる可能性が高い。その中で、まあ、財政が景気を支えていく。その資金が徐々に、株式とか債券とかに徐々に移動していく。まあ、こういうタイプの資金移動でございますけれども、まあ、根底にありますのは低金利でございますので、やはり利回りを求めるお金の流れ、まあ、これがですね、来年に関しても特徴になるんではないかというふうに思います。でただ来年に入りまして、例えばワクチンとか治療法とか、今回の新型コロナウイルスに関してですね、重症化を防ぐ、あるいはそもそもかかりにくくするような、まあ、医療上のですね、開発が進んだ場合、そういったような場合ですね、あるいは米国をはじめヨーロッパなどでですね、あまり時間を置かずに比較的大規模な財政政策が発動されるというような展開になった場合には、まあ、低金利の中で利回りを求めるお金の流れというだけではなくてですね、まあ、一部そういうその前向きな動きといいますか、まあ、コロナウイルスのリスクが下がってくる、あるいは財政面からそこそこちゃんとした景気のサポートを行われるということが確認されてくれば、お金の流れる範囲がだんだん拡大してくる、まあ、例えばアメリカ以外の株式市場、新興国を含めてですね、あるいは、まあ新興国の債券とか、まあ、こういったものにも視野が向いてくる可能性がございます。今の段階ではまだすぐにそこまでは踏み込めませんけれども、来年に入ってからそういう可能性は出てくるのかなというふうに考えているところでございます。ですから、まあ、全体としましては年末にかけてややこう触れの大きい、まあ米国の政治状況、あるいは感染の状況によってややこうマーケットとしては失望したり楽観したりするという流れがあり得ると思いますけれども、まあ、年明け以降は低金利に支えられた財政の効果、それを背景にした利回りを求めるお金の流れ、場合によってはじゃあ徐々にリスクを取るお金の流れ、こういったものが市場に見られるようになってくるんじゃないか、これが現在のマクロ経済金融に関しての見方でございます。